を殺さなくては。待って、ミカサ！ユミルを殺さないで。それはユミル次第でしょ。どうする？私は邪魔する者を殺すだけ。選んで。待ってよ。ユミルだってライダーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。私が尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの。うわー！